FC 京都ボム1993とはかつて存在した日本のサッカークラブ、京都府に本拠地を置いていた。トップチームは起こしやす、京都 AC のトップチームの前身となった。1989年、教育研究者のサッカー部、教育研究者フットボールクラブとして発足。1993年、京都志向クラブを前身とした。 教育研究者 FC 京都パープルサンガの発足に伴い、教育研究者 FC がサンガに入団しない1989年から在籍する京都志向クラブの練習生の受け皿となった。同年、京都フリーグに参加。1996年に第32回全国社会人サッカー選手権大会で優勝した。1997年、 関西サッカーリーグへ昇格。また、第77回天皇杯、全日本サッカー選手権大会に初出場した。1999年、地域リーグ決勝大会に出場。グループリーグで敗退したが、社会人連盟の推薦を受けて、日本フットボールリーグ昇格が決定。2000年、教育研究者の直接的な支援が打ち切りとなったが、クラブ誕生の原点である。 強権の名を残し、FC 巨権に解消。2001年、FC 巨権京都に解消。第81回天皇杯、全日本サッカー選手権大会の1回戦で、森岡ゼブラに勝利。2回戦はベガルタ仙台に敗れた。2002年、公募により、FC 京都ボム1993に解消。愛称の、ボムとは、京都を象徴する竹と、 爆裂する、ボムを合わせ、破竹の勢いで勝ち進むチームをイメージしたもの。2003年、JFL で再開。入れ替え戦も、全国地域リーグ決勝大会準優勝の、群馬 FC、堀越に敗れ、関西サッカーリーグに降格。2005年、関西リーグ一部で再開となり、関西リーグ二部に降格。2006年、関西リーグ二部で2位となり、1年で、 関西リーグ一部へ復帰。2008年には KSL カップで優勝した。2009年11月、アミティエスポーツクラブと統合して、同クラブのトップチームとなった。以降は起こしやす、京都 AC を参照のこと。ありがとうございます。